ボクスロマニアがお世話になっているのはホームスロット。お店の詳細は番組後半で。はい、じゃあドラゴンギャル、まずはね、打ち方から。まずはね、左リールに、まあ、赤七がいっぱいあるんですけどね、パンダのついた七があって、それがこう白いのがこう、これこれこれ、わかるかな、これをまあ枠上から、まあ、中段ぐらいまで狙うと。これね、パンダがついた七、下段停止時はまあ振り打ちで、このスイカ、スイカが滑ってきた場合は残りリールにもスイカを狙うと。ただそのスイカ揃うラインで、まあ強スイカ弱スイカ2種類あって、上段で揃うと、弱スイカ、もし右肩下がりこう斜めに揃うと、強スイカ。ただしそのスイカ転廃したのに外れた場合はチャンス目となるんですよね。この上段のこのまあ弱チャンス、弱スイカ、弱スイカかと思いきやスイカが外れた場合は、強チャンス目と、逆に熱くなるんですよね。弱から強はいきなり熱くなると。その逆もしかりで、この強スイカかと思えてスイカが外れた場合は弱チャンス目と、いきなり逆に寒くなるっていうね。チェリーが出た場合来るんじゃね。あ、来なかった。あ、これチャンス目ね。